おはぴよどうも、ひなぴよです。それでは本日も、蛇の命、続きやっていきたいと思います。早速じゃあ、ちょっとコンテニューをして、どういう状況かを確認しましょう。間が空いちまったよ、また。なんかピーってなったな。はい、すいません。ちょっとローディング中にメガネを取ってきてたら、ちゃんと始まってましたね。じゃあ、進めますか。ハンター殺害事件のおさらいから入ります。オッケー。とにかく極限まで意義を我慢することが重要です。はい、わかりました。なるほど。じゃあいつもみたいになんか意義あり意義ありってやっときゃいいわけじゃないのね。被害者は7号室の客ハンター。遺体鑑識結果から死因は感電死、そして一撃で殺されている。うん、これに対しては意義はないね。うん。ハンターの部屋は鉄格子で隔離されていた。そして殺害直前には停電が起こる。ああ、これも意義はないね。ハンターの最大 HP は15。寝ることで HP が全開することから、殺害前のハンターの HP は15だった。うん、これも間違いない。発見された凶器は超電磁ドリル。攻撃力9。電気属性。ヘビ専用装備。ヘビ探偵が7号室のゴミ箱より発見。これも、事実だからいいんだよね。容疑をかけられたのは8号室のヘビ大型種。電磁ドリルのプラス9と合わせ15に届くのは攻撃力6の大型種のみ。うん。これは、まあ意義がない。7号室、8号室の壁には穴が開いていた。8号室ヘビ大型種は感電していたと証言。うん。これも間違いはない。殺害の全貌は、まず容疑者の大型種が電磁ドリルで壁の電線を貫き停電させる。被害者のハンターは明かりを求め移動。しかしその明かりの正体は凶器の電磁ドリル。ハンターはそのまま超電磁ドリルに貫かれ死亡したわけだ。これに関しては意義ありですね。意義を発動しました。だって大型種じゃないと思うもん、殺したのは。待ちに待った意義だよ。反撃開始だよ。大型種の犯行でないならまずは犯人像から聞こうか。人間です。人間が犯人だとしたら電磁ドリルが装備できないのだが、超電磁ドリルは装備できないから全く関係ない。凶器自体は電磁ドリル。前にさ、あの1年ぐらい前の実況でさ、蛇の死体を使って犯行を行ったんじゃないかって、あの超電磁ドリルをその死体の蛇にくっつけて人間が装備したみたいなことがあるんじゃないかっていう話をして、で最近になってあのミミズを装備した刑事があの従業員の人を殺してしまったじゃないですか。同じ方法を使ったとも言えるかもしれんが、電磁ドリルさ、ミミズが使った後ってめちゃめちゃホクホクだったわけでしょ。使った痕跡があるみたいな。でもあの、ハンターが死んでた時の超電磁ドリルは、普通にあの、持ち歩けるくらいの熱さだったはずだから、使ってないんじゃないのって思うの。だから、凶器自体は超電磁ドリルっていうことも間違いなんじゃないかな。だから、超電磁ドリルは装備できないから全く関係ないっていう。おー、よし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 。そうだよ、電磁ドリルは関係ないよ。この事件、土台から違ってたんだよ。土台といえば、土台は地下じゃない？大浴場、食堂、地下だったら。ハンター感電死事件に関わっていそうな地下の部屋といえば。あ、そうだ、前回とか前々回だかに、あれだよね、探索したんだよね。多分これだね。電気制御室。電気制御室？そういえば事件現場、宿泊部屋の真下が電気制御室だよ。その記録によると、数字の書かれた装置がいくつもあるけど、数字通り電流を攻撃力換算で1から9まで調整できる装置だよ。確か攻撃力10以上は違法だから、最大でも9までしか制御できないように設計されてるのね。攻撃力9の電気を制御できるなら、電磁ドリルと同じ攻撃力9だよ。この電気装置がハンターを殺した凶器に違いないよ。ハンターを一撃で殺すのに必要な攻撃力は9ではない。15なのだが？だから、装備することで攻撃力を15まで届かせたんだよ。
形のない電流をどうやって装備する。仮に装備できたとして、プラス9が最大なら、15に届くのはヘビ大型種のみだ。攻撃力15に届かせるために、真犯人が使用した方法は ?2 発撃ち込んだ。これは一撃死だから違う。装置本体を鈍器として装備した。これはね、持ち歩けないと思う。電力エネルギーを融合させた思い出す。まあ、でもここの2つが違うからこれなんだと思うんだよな。電力エネルギーを融合させた。まあ、これを選ぶ気で思い出すを押してみます。ヘビボールは1個だけでは役に立たないけど、あ、そうだ、共鳴するって言ってたわ。複数個集まるとヘビボール同士が共鳴することで融合エネルギーが発生するらしいよ。そのエネルギーが一定数を超えると願い事までから、叶える力になるって伝説もあるんだよ。うん。攻撃力15に届かせるために真犯人が使用した方法は、じゃあヘビボールを融合させて、ヘビボールを、共鳴させてエネルギーを融合させたってことだよね。こういうことだ。あれ待って、音消えたんだけど。あー、びっくりした、聞こえた。すごい、処理落ちが激しかったね、今ね。電力エネルギーを融合させた?何を根拠に言っている?電力エネルギーを融合させたアイテム。これに違いない。では、あ、ちょっと待って。あれ、画面が固まっている。はい。画面が固まっている!あれ?あ、動いた、動いた。はい、これです。ヘビボール。監禁用の救済アイテム。複数集まるとエネルギーが融合され願い事が叶うという噂も。ヘビボール？そうだよ。ヘビボールは1個だけじゃ役に立たないけど、複数個集めればボール同士が共鳴してエネルギーを集める働きがあるんだよ。このエネルギーを集める性質を電力の融合に利用したんだよ。その電力融合ってシステムが全くわからないな。以前の装備システムの応用版だよ。電気エネルギーが電気エネルギーを装備する原理で攻撃力10を超えることができる仕様だよ。電気エネルギーの融合だろうと攻撃力10を超えたのならば、それは重度の危険物と同じだ。重度の危険物ならうちの探知犬がすぐに反応するはずだ。そういえば深夜の事件前に犬の鳴き声を聞いたような。犬の鳴き声が聞こえるのは当たり前ではないか。自身で犬を連れているのだからな。飼ってるワンちゃんよりもっと大型犬の鳴き声よ。普段寝ている深夜帯の事件だ。どうせ大型犬がわめいている夢でも見たのだろう。思い返せばその時間帯、犬の鳴き声を聞いたような。とにかく寝ぼけた時間帯に聞いた証言など当てにならん。証拠を出すなら数字で示してもらわないとな。数字といえば、電気制御室の写真データに気になる数字があるよ。気になる数字？1、2、3、4、5、6、7、8、9。7と8かな。ヘビボールがあるよね。7と8にだけ。だから、これが電力エネルギーを融合したという証拠になるんじゃないかい？そうだよ。7と8の制御装置だけヘビボールが固定されてるよ。電力7と8を融合させて攻撃力15を作れば、前回のハンターでも一撃で仕留められる威力になるよ。あ、そうだよ。7と8の上の方にも確かにね、あったんだよ。このヘビボールのさ、固定された装置みたいなのが。で、ここが多分ハンターの部屋でしょ？だから、やっぱり、そういうことだよね。よくわからないけど、ヘビボールの二人三脚が個人奏者をぶち抜いたってことだね。なんかわかりづらい例えだな。では電力を融合させたとして、この階の、ん？では電力を融合させたとして、上の階のハンターにどうやって命中させる？自然界でも落雷の位置はランダムだろう。できることといえば天に祈ることのみ。もっとも、殺人の願いが天に届けばの話だが。融合先の鉄柱に固定されてるヘビボールが、ちょうどハンターのベッド付近だよ。この鉄柱で寝てるハンターをピンポイントで狙ったんだよ。鉄は電気を優先的に流すからね。電気が鉄に優先的に流れるなら逆に無理な話だ。事件当時のハンターは逮捕されていた状態。
つまり鉄格子で監禁されていたのだよ。地下から電力エネルギーを放出させても鉄格子優先で流れてしまうだろ。ハンターが金属製の所持品でも持ってればな。ハンターといえば包丁を持ってたよ。やれやれ、ハンターは逮捕されていたと言ったばかりだろう。当然凶器の包丁も没収済みだ。ムカデにだってフォークを渡さなかっただろう。逮捕されてたって言葉が何か引っかかるような。事件当時のハンターが所持していた金属製のものといえば、手袋、手錠、バール、鋼の意志。鋼の意志。鋼の意志は、まあ、持ってたっちゃ持ってたのかな。あの、土の子に対する執念というかね。手錠でしょうね。そうだよ、手錠だよ。逮捕されてたハンターは手錠をかけられてたよ。あの手錠は電気エネルギーを命中させるための避雷針代わりだったんだよ。逮捕された犯人に手錠をはめるなど、警察として当たり前のことだろう。鉄格子で隔離したなら手錠までする必要ないよ。鉄格子だけでは足りんのだよ。7号室と8号室の壁には穴が開いていた。8号室の蛇を守るためには手錠も必要だろう。何が8号室の蛇を守るだよ。2回も罪を着せたくせに。守られるどころか感電までさせられてるしね。そう、その感電こそ君の犯行を示しているではないか。君が電磁ドリルでハンターを殺害した衝撃で感電した証拠なのだよ。またこのあのズブシャーっていうエフェクト出てるね。これ好きなんだよな。いや、これはでも、あ？一緒に感電したのはなんか理由があったんだろうけど、なんだっけ、壁になんかあったんだっけか、ちょっと思い出すか。ミミズが自分で装備したドリルの電気で感電死したって可能性は？可能性はゼロですね。電気属性の武器は装着した本人に直接電気が流れるような危険はありません。あ、自分で言ってるじゃんこの人。大間抜けじゃないか。意義ありです。そうだったわ、ミミズ感電死の件でもあんたが自分で証言してたじゃない。電気属性の武器は装着した本人には電気が流れないってね。だったらヘビ大型種が感電していた理由説明してもらおうじゃないか。ヘビ大型種の本当の感電原因、根底から考えると、超電磁ドリルを使用したから、体が大型だったから、8号室だったから思い出す。8号室だったからなんじゃないか。だって7と8、あれ？でもそれは関係ないか。ん？理由がわからないから、ちょっとなんか選びたくなくなっちゃうんだよな。この分かってたとしても、ここの2つが違ったって分かっても、なんか自信を持って8号室だったからって押せないんだよな。ちょっと思い出します。電力の融合は7と8、2つの装置が発生源のようだ。あー、やっぱり8が発生源だったから一緒に感電しちゃったってこと？はい。8号室だったから？そうだよ、電力発生源は7号室だけじゃないよ。あ、そっか、わかった。あれだ、1,2,3,4,5,6,7,8,9 っていうところに部屋があって、で、ハンターが寝てるベッドのところが、ここの、ヘビボールが融合された場所なのか。なるほど、納得した。8号室しかも電力発生源の一つだよ。直接電気が流された7号室ほどじゃないけど、8号室にも感電する程度の衝撃が発生してたわけだね。あくまで地下の電気制御室が凶器ってわけだな。だが証拠がない。電気制御室が使用された証拠がな。電気制御室の電力融合により起こった現象、これに違いない。停電です。停電火災雪崩であれば、あの事件で起こっていたのは停電です。そうだよ、停電だよ。停電だっていうさ、全く伝わらないのよ。ただ真っ黒な画面に停電だっていう文字があるだけで、停電の証拠になってないんだよな、これ。法定攻撃力をはるかに超える電力が発生したことでブレーカーが落ちたんだよ。つまりあの停電は電力融合が発生した証拠になるよ。あの停電は大型種が壁越し攻撃で電線をショートさせたのが原因だ。だからその電磁ドリルはダミーなんだよ。
電気制御室などと反則スレスレのクソトリックを二重のミスリードでごまかすためにね。クソトリックって言われてるよ。大丈夫ブラックドクター、ごめんね、なんか口が悪くてね。超電磁ドリルは関係ないとは言っても現場のゴミ箱に入っていたのは事実だろう。だけど電気制だけど電気装置が使用された証拠がある以上、凶器は電気装置で決まりだよ。それなら逆に電磁ドリルが使用されてない証拠も提示してもらおうか。ずるいぞ、使用された証拠ならともかく使用されてない証拠なんて。これさっき私が言ってたことを証拠提示できるんじゃないの。あの熱持ってたっていうあれ、ミミズが反抗しようとした時に超電磁ドリルはめちゃめちゃ熱を持ってたけどっていう。証拠を提示できるの。超電磁ドリル、あ、電磁だって。超電磁ドリルが使用されていない証拠だと、君がゴミ箱から拾った張本人だろう。超電磁ドリルなんてゴミ箱から拾った覚えはない。ああ、しらを切るつもり。超電磁ドリルを拾ったこと自体が使用されていない証拠、これです。どうですか？そうか、電磁ドリルが使用されていたなら相当な熱を帯びているはずだよ。ヘビ探偵がゴミ箱からドリルを拾い上げることができたのは熱を帯びていなかったから。つまり、電磁ドリルが使われていない証拠になるよ。時間が経っているのだから熱が冷めただけだろう。前回ミミズが装置してたドリルは、装備で、装着です。前回ミミズが装着していたドリルは時間が空いているはずなのに相当熱かったよ。つまり電磁ドリルはダミーだよ。電気制御室の犯行をごまかすためのね。電磁ドリルがダミーにしろ、ゴミ箱に入っていたことは事実だろう。事件現場は鉄格子で密室。どうやって電磁ドリルをゴミ箱に放り込むのだ。壁の穴から放り込む、鉄格子の隙間から放り込む、鉄格子を開けて放り込む。距離的に隙間から放り込むのは無理。壁の穴から放り込むのは、ヘビ大型種がいるから見てるはず。鉄格子を開けて放り込む？あ、でも、ハンターが死んでた方に注目してて、誰も気づかないんじゃないの？ゴミ箱に入れてたとしても。鉄格子を開ける。そういえば、鉄格子を開けて最初に現場入りしたのは、警察でしたね、そういえばね。そうだよ、鉄格子を設置した張本人は鍵を持ってるから、警察が先に現場入りしたのは確実だよ。つまりダミーの電磁ドリルをゴミ箱に放り込めるよ。事件現場に警察が先に入るのは当たり前だろう。それにあのドリルは大きく重量もある。気づかれずにゴミ箱に入れるなら不可能だ。みんながしっかりしてペペ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 ペ言えまへん。みんなが死体に注目するタイミングにゴミ箱なんて、ゴミ箱愛好家でも注目しないわよ。どちらにせよ大きく重量のあるドリルなのは事実だ。いくらでも認めないつもりですね、ブラックドクターさん。大雪の中、鑑識道具を持ちながら、あの電磁ドリルも担いでくるなど無理な話さ。確かに、警察の旅館到着時ドリルを担いでいたらすぐ目につくはずだよ。ブラックドクターは電磁ドリルをどのように用意した？警察犬に持たせた。宅配便、宅配便はないだろう。旅館内にあった。思い出す。警察犬に持たせたはない。宅配便も絶対ないから、じゃあ旅館内にあったんだと思うが、超電磁ドリル。ドリルだけで言ったらさ、あれなんだけどね、あの、地下のあの、なんとかドリル。あ、そっか、あれだ。あれ、先端が取れてたんだっけか。じゃ、その先端が超電磁ドリルになったってこと？どうやって武器加工したのかは知らないけど、ドリルっていう中でこう繋がるものといえば、あの地下のドリルしかないよね。旅館内にあったんじゃない？旅館内？うちの旅館にそんな凶器なかったはずだよ。この旅館のどこにそんな凶器が存在したのだね。地下でしょ。旅館の地下に凶器があったことを示す証拠データを選択してね。これです、ドリル重機。うん、そうだよね。先端が欠けてるはずなんだよ、これ。凶器って、地下にあったドリル重機。確か脱出に使おうとしたけど、ドリル先端が欠けてて脱出できなかったのよね。先端が欠けてるんじゃ凶器にならないような。
ドンキとして使用。これは違う。欠けた部分が凶器。うん。ドリル重機の欠けた部分が超電磁ドリルになったってこと？欠けているのは君の頭のようだ。なんだと？結構冴えてると思ったんだけどな。違うのかな？ドリルといえば壁を掘るもの。つまりドリル自体が壁よりも硬くなければ成立しない。そんな硬いドリル、どうやって先端だけを切り離す？無理だな。とにかく推理することで欠けてるピースを埋めていくしかないよ。そうだね。どうやって欠けさせたのかとかまではちょっと推理が行き届かないね。次々と、難題が押し寄せてくるところであなたのターンになりました。セーブしましょう。セーブ画面を開くよ。じゃあどうしようかな。今日は一回これで終わろうかな。短めかもしんないけど。で、また次をちょっとコンスタントに上げれたらなと思うので、またじゃあ次回お会いしましょう。オースピオでーす。ブラックドクターを倒すぞー。